評議の過程についてもですね、全て秘密にすると、守秘義務を課すということで、果たしてその評議を後から検証するということは可能なんですか？確かに評議の過程と結果が全て後で守秘義務なく公になった方が検証しやすいのはその通りかもしれません。ただ他方で市民の皆さんも安心して自由闊達に意見を述べてもらいたいというふうにも思うんですよね。でそのためにはやはり自分がここで何か言ったことが後公になることができないということが皆さんの自由な意見を言うことの前提になるんじゃないかというふうに思います。その意味では守秘義務を全てなくして評議の経過と結果を公にするということは難しいんじゃないかというふうに思います。例えば評議の結果、誰々さんがどういう意見を言ったということは明らかにならない場合であってもですね、今回被告人を死刑にすることは全員一致でしたというふうに言ってしまえば、それはみんな死刑に賛成したんだという情報が明らかになるわけですね。ですのでどこまでならば匿名で明らかにしても問題ないじゃないかという線はなかなか引くのが難しいんじゃないかというふうに思いますね。あとですね、控訴についてお伺いしたいんですが、この裁判員制度での判決書きというのはどのようなものが予定されているんでしょうか？判決書き自体は今までよりも簡潔なものになりそうです。今までのように1ヶ月2ヶ月記録を読み込んで裁判官が書くというものではなくて、お手で見た聞いたものをもとにすぐに評議を行って判決を、それをもとその評議の結果に基づいて判決を作成するということになりますから、このまでのような膨大な判決書きにはならないというふうに考えられます。それでですね、その上で、まあ、評議の内容についても明らかにされないという場合にですね、弁護人側が控訴をしようとした場合に、不当だと思うんだけれどもどこが不当だということがうまく特定できない、ないし不当だと思うんだけれどもそれが書面上明らかでないというような事態は考えられませんか？それはその心配はないと思います。これはこれまでも同じだったと思いますが、裁判官3人のうちのどの人が有罪で意見を持ったかということは明らかにならないわけですけれども、少なくとも最終的に多数決の結果採用された多数意見の立論、理由と結論に至る過程は判決書きで示されるわけですから、それをもとに最終的に採用された有罪意見は不当だということの論証は判決書きをもとに十分可能だと思いますので、何か裁判になることで控訴審議への対応が難しくなるということではならないんじゃないかというふうに思います。すみません、私が保険局だけかもしれないんですが、仮にですね、先ほどの証拠採用の話に戻るんですが、弁護人側が重要だと思っている書ないし証人が採用されずに、その人の証拠調べが行われず、判決になってしまったと。それを不当だと弁護人側が考えた場合、事実認定としてですね、不十分だと考えた場合、控訴するということはできますか？それはできますよね。事実誤認として控訴すると。その中で事実認定の過程の誤りを言う中で、証拠採取の過程に触れるということは十分可能だと思います。公判前整理手続きの段階で弁護人がこういう証拠調べ請求をして、それに対して裁判所がどういう判断を示したかということは記録に留められますから、それを控訴するときに援用するということは可能だと思います。裁判書きの分量がですね、少なくなると、控訴をする場合に弁護人がその控訴理由の手がかりをつかみにくくなるという危険性はないでしょうか？もし判決の理由に至る本当は示されなければいけないところまでカットされれば、そのような恐れはあると思います。ただ、今考えられている判決書きが薄くなるというのは、例えば従来だとですね、当事者の主張は以下の通り、弁護人の主張をたーっと長い間書いて、そしてその点に関する証人の証言は以下の通りということで、即記録を全てベターっと引用すると。そのようなことが今までの判決書きでなされてきたわけですね。そのようなことはなされなくなるということであって、結論とそれに至る立論の経過、その論理と証拠の取捨選択と、その過程までもカットするような簡潔な判決書きになっていいということではないと思います。
そこはきちんと整理された